じゃあではでは、あちゃましラジオ、はい、いや第1回目でございます。いやイエイおうイエイウー。でまあ投稿してる時にはもうまああちゃましクラフトはもう終わって、うん、1週間ぐらい経ってるはず。なるほど。でまあ今回ラジオっていうことで、はいはい、まあどうするかというと、まあ後々はあの見てくれてる人からまあまあ質問とか、うんうん、まあ相談を募集して、まあそれを答えて、まあ、30分ぐらい話せれたらいいなっていう、うん、うん、はい、まあ、だけどまあ初回なんでね、お便りもクソも何もないんで、うん、今回は、うん、はいはいはい、なんで今回はまあせっかくやからまあまああちゃまし、まあテーマあちゃまし、うんうん、でちょっと話していこうかと。はいはいはい、うん、まあもうまあ実際プレイはプレイっていうかまあまあ動画撮ってるのはどれぐらい、半月か1ヶ月前にはもう終わってるよね。そうだね、うん、パート50までいったよ。いったねー。だねー。いったよ。わーお。最初考えれた。パート50。いや全然全然。だってさ最初の話だとさその、うん、半分じゃないけど。まあまあ30とかそういう区切りいいところで終わろっかっていう、うん、話だったもんね。結局、うん、そんなにいったんだみたいな。ね。気がついたら、なんか気がついたらね、知らないうちに1年間やってましたみたいな感じで。そうだね。確かに本当だよね。本当よ。そうだね。まんまそうだよ。うん。うん、で、ラストのね、うん、まあもう投稿されている最終回を、はい、まあ編集しつつ、ラストカットをね。多分2人が2人に見せたのよりちょっと変えたのよ。そうなんだ。そう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 。あ、ちなみに説明するともう2人には最終回見せてるよね。見ました。見ました。そう、それをラストカット変えたんだけど、おー、うん、最後のエンディングのところ2人の名前が出るところね、うん、はい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 、そこを本当に最初のワンカット自己紹介のところに変えたのよ、うんうん、ただ絵のところから。え、うん、もうね、よそよそしい。覚えてる、覚えてる。一番印象に残ってるかも、うん、最初もうね、俺なんか硬いって思ってさ。硬かったしょや。そう、やっぱ一発目だからちゃんとしなきゃっていう意識があって、ね、結構、ね、なんか変な緊張感はあったよね、確かに。そう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 。まあ緊張感はあったけど、私はいろいろぶっ込んでた気はする。ぶっ込んでたと思う。だってさ、うん、自己紹介がホラーの中ってどうなのあれ。ほんとね、暗闇の中でどうもあちゃみですって。そうだね、そうそう、どうもつながりですやってたけど、順番も分かんなかったから、うん、そう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 。結構ね、そうだね、ほんと多分ね、パートいくつだろう、5か6、とりあえず家作るまでは、うん、本当に苦戦した、2人を追うのに。いやー、自由気ままだ。どこ行ったって言ってもね、うん。そうだね、どこ行っただったね。それは今も変わってないんだけど。まあね。単独行動多いんだよ。なんか気になるもの見つけちゃったらそうすぐさま行っちゃう感じだからね。好奇心旺盛なんだよ。困ったことに、ね、ショーヤン来てっていうのがないんだよ。事後報告なんだよ。でも、なんかあったよ。そう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 、これ拾ったよっつって、どこにあったっつっても分かんないっていう。一回行った道忘れちゃうから。本当にさ、あれは本当困ったからね。特にマユタンな。あれ、そうだっけ。そうだよ。結構困ったよあれ。犬にやられたとか言って帰ってくるし。あれ、そうだっけ。そう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 、あれでお騒がせしてしまいました。その度は。その度は。その度は。毎度毎度毎度だ。まあ、だからあれ
ープニングのね犬に襲われるっていうか終わりにしは生まれたんだけどねあのオープニング本当に、ね、そうそうイメージとしてチャミンは戦う武闘派みたいな感じだし、うん、そうそうマユタンはただ犬に追われるっていうそうそう本当にねあれね叩くよ叩くよいい衣装や発音する叩くよみたいなねそうそうそうなんでチャレンジしようとするのかねと思ういや本当にもうでもまああれが初めてだもんね、うん、マインクラフト触れて本当に初めて、うん、だから最初家建てた時もさ、うん、あちゃみに言われるまで、うん、木のあのなんだろうわかる覚えそうそう原木でああ原そうそう原木のままやって絶対木足んねえぞって言ったもんね言ってる意味が最初分かってなくてそうそうそうあれからねまた木ができるとは思ってなかったもんねそうあの時はねそうそうそこの時点からだったからねそう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 すげえまい贅沢に使うな、最初から原木でいくかと思って間違ったように途中から解体しだすしなそうだっけそうそうそうでもいや一発目のオチとしてはあれはかなり良かったでしょ、うん、いやねえ、うんまあ、でも日頃からねいろんな方の見せてもらってたっていうのもあるっちゃあるけどでもまあねえでも私そのこのラジオをやるっていうので見返したのはあ、見返したんだ見返したよ、ちゃんとあー、えらいえらいえらい、あちゃみが、うん、覚えてるかなんか一番最初に、うん、あの農場作るっつってあチャミン牧場っていうか農場ね農場を作るっつって匠が来て覚えてるよ覚えてる全部破壊されてそうだそうだなぜあれショックだったの怒ってたもんね怒ってたね怒だよあれはめちゃくちゃ怒ってた、うん、水がみたいな水がそこまったっつっていやあれは面白かったそうあれそうそううちを作ってる横でやってたよねちょうど同時進行ぐらいでああそうだね、うん、同時進行だったねお前が家作るからじゃあ私は畑作るよって言って作っててそう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 あそういえば定点カメラだったけどいやでもあれすあれは定点カメラさ結構いいもんだと思うよ俺はでも確かに2人追ってたら大変だったかも、うん、でしょ、うん、あのね苦肉の策なんだよあれはもうそうどっちかにスポット当ててもどっちか勝手に始めるからでも全体見合わせる方がいいんだよあれそう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 なんだかんだ私はこうカメラ意識をしてそう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 すごいカメライエーイでもねあれはね最初の頃ほんと賛否両論だったからね定点カメラあそうだそうなんだあの賞賛だけ楽してって本当だよ楽して楽してねえよだから私仕事すれしてたでしょ言ったねしてたでしょたまに下降りてやってるから俺きついのたまにだろたまにだけどやってるものだってあのすなちのさ、うん、あれ一回モンスター沸かせるために整地するってやったじゃないあん時だこれ大変だったよ定点カメラしながらたまに降りて整地してさほんとあの時忙しかったからねそんなことあったっけあったよ覚えときなさいよ闘技場みたいなの作ろうよみたいなねそう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 出しっぱしああそう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 あったねあカメラに抑えられなかった面白さもあったしねあそこ本当ねリスポーンほんとねあれあちゃましの特徴としてねほんとねカットすもったいねえっていうところがねほんといっぱいありすぎなんだよねじゃあ今度さカットいや使いたかったけどなんかもう時間の尺もあってか泣く泣くカットしたっていうやつをさあ未公開なんか総集編総集編だって総集編総集編ねうん総集編でやろうよ未公開カットいいね、うん、もうねそれやったらねパートいくつになるのか本当わかんないよ。いいよやろやろ。もうかなりの無茶ぶりだけど。大変なんだからね。だから
いつだったっけな、うん、どこのパートかちょっと忘れたけど、うん、あれか、ね、ネザー行ってネザースケルトン倒したでしょ、うん、で頭手に入れて、うん、で次じゃあボス倒そっかってなったじゃない、うんうん、あの時のマユタの会話、あれは本当はね動画にするつもりはなかったんだよ。だって入ってると思わなかったの。そう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 。で一応ボタン撮影ボタン押したままで、でそのままほぼノーカットなのあれ、10分ぐらい。え何話したっけ？いやだからチャミンと俺でマユタをひたすら煽るっていう。ああはい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 。怖いよ言うて。うん。ひたすら煽るっていう、全然追いつかないキャバがみたいな感じのこと言ってた。そうだ、煽っていくうちに私がだんだんやる気を起こしてよしやるぞって。そうそうそう、それまでやだよ言ってたのにね。そう、行きたくないよ、やだよ、ほんと極端よあれ、マユの反応見たいからよしやろ、ひどいよね、ほんとに早くやろ、早く早く、ほんとにひどいよね、あの手のひら来るわ、ほんとに。でもモチベーション上げれたからよかったけど、あれも良かったもん。まあ、全部絵も良かったでしょあれ。え？絵を描いたでしょ。ね、おう。ドスタースタースターって。そう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 。あれすごかった。あれマジね爆笑だよ。爆笑だった。何回もリピートしたもん私。本当ね。まさか本当にやるとはとは思った。地味にね二人とも絵をおねだりしてくるからね。うん。書かなきゃダメだよみたいな。そのたびに画力の限界と思って書いて入れてるけど。あれもなかなかきついもんだよ。だってあれいまだにあちゃましチャットのアイコンだもんね。ああそうだね。そう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 、最初そう最初ね俺がなんかアイコンが欲しいなってやってたよね LINE のね。そう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 、でたまたま書いたのがヌオンに近くて不評で何これそうそう、このピンクの何って言われてそう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 あれ見るたびに思い出すな、そりゃ大変だったんだろうなって、あのこのドストスって、いやあれは本当にね、いやでもあれはいい声があったからね、いやめっちゃいやか、ちょうどぴったりだったもん、チャミちゃんの息が。そこに合わせて入れてやろうと思った。もうここまで来たらいじらみたいな。あれは本当に何もプレイしてないんだけど、ある意味神回だもんね、あれ。ね、喋りだけだったもん、本当に。うん、行く前のね。そうそう、俺怒られないかなって思ったもん。早く行けって。寄り道多すぎだもの。いや基本あちゃまし寄り道多すぎだから。そうだね、そうだね。本当に本当に。脱線脱線の脱線の繰り返しだね。あれは一番脱線が多かった。あのブンブン編は脱線が多かった気がする。ああブンブンね。そうそう、元の目標はブンブン作るってことだったのに。うん、そっからあれでしょ、ジャングル燃やす、猫探すそうだね、雨降ってきたよ、そうそう、猫のために魚釣りする、勝負するそう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 、で芦田愛菜っていうそうそう、本当に芦田愛菜よそう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 、二度とやらないと思ったもん芦田愛菜のネタは二度とやらないと思った。いやあれは眉の黒歴史、あれは名場面入るよあれは本当にもう本当にあれは素晴らしいよさあ行こうかっていうね、チャミのねそう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 、冷たい切り返しね、あれ本当にね、時々仲がいいのか悪いのか分かんないドア閉めて邪魔したりもするしいやもうね、上の定点の、うん、あの、なんだろう、こう土を削るっていうのはデフォだよね、もうそれ毎回のことじゃん、もううん、もうデフォルトだねで、ある時はどんな感じかって自分でもやりだすししかも砂でやって一気に削れってことって
謎だものあれ本来の目的には全く意味のないもんだもん本当だよね本当だよ完全脱線だよあれもあれは脱線した本当にだけどそれがこんなに見てもらえるとは思ってなかったようん、うん、確かにそうだねそう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 元はね本当にいつも遊んでたメンバーでちょっとやってみようかっていうことでね、うん、ちょうどあれだもんねプレステ3でマインクラフトが出た時出た時のだね、うん、だったもんね、うん、あいや今となっちゃあちゃましっていう名前もかなり浸透しましたよ、うん、本当に嬉しい限りでうん、ね、最初もバカにされたけど名前ね、あの建設家建設中初めての あの時にちょうど考えてたんだよね、あの撮影の時に。そうあの時にそう2人が作業しつつ俺がうーんってうなってたよね。そうだった。そうなんか名称が欲しいって言って、うん、いろんなの当て字にしてやってたけど。そう、ね、あちゃましって言ってたもんね。そうでも他の思い浮かばなかったからもうそれでいいんじゃない？そうそうそう。そうやが絶対浸透して口になれるからって言ってて。そう。なんでか俺あの時にすんげー自信があったんだよ。すごいそう自信あったの。そう。めっちゃ押してたもんね。めっちゃ自信あった。確かに今となっては。でしょ？うん。いや、あの、今完璧な裏話ね。うん。だから、あれなんだよ。二人に。あちゃましって途中で言ってもらってたじゃん、うん、動画で、そうあれも浸透させるために怖いそういうことだったのか。そうやったの、そうなんだ、薄々気づいてたけど。嘘そうあれはね俺の作戦。そうなんだ。そうなんか文字で見ちゃうとさやっぱ、うん、おかしく見えるけど、うんうんうん、人から聞いてたりしたら耳なじみするからね。確かに特徴はあるからね、うん、これは作戦見事ハマったでしょう。完全に私はハマりましたね。でしょう私はハマりました。もう 1,2 週したらもう2人お気に入りになってるもんね次あちゃましいつとかね。そうかもしれない。いやかなりですよもう。まあまあ今はマイクラの他にも他のゲームもねたまにやったりして、うん、やってますな。やってますな。本当に素でやってるもんね。本当まんまその感じよね。本当に録画なんかもうだってスタートボタン押すよとかもないし。ないもう だってあちゃまし撮影だってさ、うん、愛撮りますよじゃないもんね。そう、うん、普通になんか世間話から始まってそうその会話がもうあの録画されてるっていう。そうしかもショウヤンが席外した時の私とチャーミーの会話も録画されてる。そうあれと村人との、ね、そうあれさ、そう今思ったらさかなり失礼な話よねあれ。本当だよね。普通に素でいやちょっと席外すわつってはーいとか言って。そうしかもあれね、あの本当に席外してたんだけど、うん、ミュートにしてマイクをね、うんうん、戻ってきてずっと聞いてたからねあれ5分ぐらい。あ聞いてそんな聞いてたんだ。そうそう畑何もないんですけどっていうとこずっと聞いてあこれ面白いなとほっとこうと思ってあれもね、ほんと爆笑だったもん、普通にやっててもさ完璧俺のいたずら心であれ始まってるもんあれはね、あれも本当に今思えば申し訳ない話いやもうほんと面白かったあれは。でもあれでも残しててもらって逆にね、嬉しかったけど。本当ね、だよね。完璧素だもん、あれも。うん。
うちらの会話いつもあんな感じだった。あんな感じ、本当に。そう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 。だから今ね、この動画聞いてもらったら分かる通り、本当まんまだからね。気を使ったりとか何もしない。そう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 。全く気を使わない。バリ暴言煽りまくりだから。かなりだよ本当に。著作権って何回も紹介したの。そう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 。やめなさいって。何度かそれにもチャレンジ仕掛けてるからでもギリギリじゃねえのこれって思うもんね。今日は楽しいって言いながらこれいいのかなって思いながらマイクラフトでででででいいのかなそう思ったら2人ともよく歌うからさ本当にまゆたんに至ってはさ既存である歌なのかオリジナルの歌なのかわかんないやつ歌なのかわかんないあれはテンションが迷子の時だからそう制服合うとかもわかんないんだよねそうだねそうだよね原型がないからあれはそう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 脳内で絶対作成されちゃったからなんかのパートでオープニングに使ったやつは面白かったなまゆたんの歌オープニングそうオープニングでなんかどっかの整地してる時だよねあの多分ねエンチャント部屋のところかなあえお腹が空いた歌あかなだあお腹が空いた歌かそう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 あれを歌ってあれがね何気に一番お気に入りうんもう全然歌えないわもうごめんね今歌おうと思ったんだけど全然思い出せない本当にその時の自分に戻れないその場の雰囲気で言っただけだもんねそう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 本当にお腹が空いた記憶しかないで多分俺あの時テーテーしてたから撮ってる気なかったんだろうね、うん、撮影してる感なかったんだろうね確かに完全整地だったもんねそれがいいところいつオフになってるかも分かんないっていうそうだねありのままですなほんとよだから編集大変なんだよそうですよねそれは重々承知しております分かっちゃいるよ分かっちゃいるけどねついついねそうだねやってしまう、うん、とやらかしてくもんなやらかしてくよこれからもやらかこれからもうんさっきもやらかしてきたんでしょまだ言えないけど、まあ、まあまあまあ、うん、いろいろとね、まあ、いろいろとねちょっとねいろいろといろいろとねちょびっといやちょびっとじゃないよねあれだいぶだよねだいぶねみんなに被害があったからねみんな殺したからねうんまあまあまあその情報はまた後々そうですなあいやでもどうよ何どうよっていきなり言われてしょうがないごめんっていやいやこのメンバーよ2人はどうなのよって思う普通に面白いよね私はもうこのメンバーでよかったと思う本当に何の普通もうまんまだよねまんまをさらけ出してる感じだよねそうそうそうだねほんとまんま、うん、やっぱこの空気感がいいんだろうねうん、なんか変にかしこまらないっていうか、うんうんね、そういうのあるよね撮影だからだはい撮影しましただ途端にさビッってなるんじゃなくて、うん、もう撮影したかもどうかもわからないまま始まってるからねやっちゃおうみたいな確かにねさあやるかみたいなそうだねみたいなそんな感じだからねいつもねそうだね、まあ、しかも上も下もないからねフラットな状態って言ったらなんやけどその状態で来てるからね、うん、そうだねすごいやりやすいねえ、うん、その結果がそのパート50っすよねえそうだね知らない俺だってびっくりしたんだもんえパート50って思って、ね、いや予想外だったね予想外でしたまあ今他のゲームを展開してるからねもう、うん、そうね、ね、楽しんでやれたらと
さらにグレードアップみたいなね。そうですね、グレードアップ。ね、グレードアップやね。ああ、2倍になってグレードアップ。2倍になってさらにグレードアップする。めっちゃ持っちゃったわ。持ったな。めっちゃ持っちゃった。すっげえ後々プレッシャーだわ、これ。頑張るよー。頑張るよー。やばいよ。もう回せるわ。頑張るよー。マイが頑張ってくれる。おーっと、私かい。結構やらかし担当だからな。そうそうそう、前はね。そう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 。そう。期待してますよ。お、任せろよ。よし。私に任せろ。よし。じゃあ、まあまあまあ、初回はこの程度で。うん、はい。了解です。もう25分も話してるけども。そんなか。話してんだ。もう一発撮りです。早い。早いし、一発だし。早いね。撮ってるかないし、本当ね、ないし、普通に喋ってる。まあまあ次回もこういうまあまあ空気感でやっていこうと思うんで、はい、あえて変えてみる。変えない。絶対それはそれでつまんないから。ちょっと大阪弁縛りとかやめて。違和感あるから。せやかて。それ違和感あるから。なんとかやんか。いらない。絶対いらない。喋れんくなる、逆に。確かに無言。そうそうそう、おおみたいな。なんとかやろ。絶対嫌。まだ北海道弁聞いた方がいい。確かに。確かに。私がね、北海道弁炸裂しちゃってる。ね、それも砂なと思うもん。おかげでみんな映ってるし、そう、もうボッコイになっちゃってからね、本当にあれ。本当だよ、びっくりしたよ。いいことですよ。じゃあまあ初回はこれで終わりますよ。はい。はい。区切ってもらわないとね。はい。じゃあまあ次回はとりあえずね、今ねメールフォーラムを作って、まあそこに質問とか、はい、まあ相談、はい、まあ本当恋愛相談でも何でも OK ですよ、女性いるし。うん、うん、うん。ね。まあ、送ってもらって、まあ、次はそれに答えていけたらと思うんで、うん、まあ、ぜひともいっぱい送ってください。お願いします。お願いします。待ってます。待ってます。じゃあ、今回はこれぐらいで。じゃあ、はい。じゃあ。じゃあ、まあ、最後お別れしますか、みんなで。はい。はい。じゃあ、これで終わります。お邪魔しでした。バイバーイ。いいね。